皆さん、こんばんは。土曜日の夕方6時になりました。佐々木雄太のミュージックデニッシュの時間でございます。まずはですね、皆さん、令和6年、えー、年越いの祭り、誠におめでとうございます。これなんちゅうことやっていうね、今ラジオ急に聞き始めた人、何の話やっていうことなんですけどね。 これ11月23日が今あの勤労感謝の日となってますよねこれ祝日なんですけど祭日としてはですね新滑の祭りってなってますねまあ一番その年取れた秋の収穫、まあ、お米を始めてお米を始め、まあ、全ての食べ物ね神さんに感謝しようやっていうのが新滑、まあの祭りで、えー、我が国ではもう一番の祭りやって言われてるんですけど結構最近それは知られてるんですけど実はそれついになっててそりゃそうやねなんか。 収穫するには種まかなあかんやんよ種まくのがこの2月17日の年越えの祭りなんですよで漢字では祈る念じる祭りっつってこう記念祭って読みますけどね記念祭で祭日なんですよねまあ祭日って言ったらこんな休みなんかささきって言われたらちょっと困るとこやねんけどえー、まあそういうことで今日はだから最近さだからあの ああの一流万売日とか天車日めっちゃ流行ってるじゃないですかで何を何ていうんですか何を隠そう僕も大好きなの天車日と一流万売日がもう大好きよもうその日にあのー、ゲッターズいなさんとか島田秀平さんに言われた色の靴とか財布買うタイプの人間やからな僕。 いやねんけど、まあ、そんなん言い出すよりももう日本人がずっとやってた記念祭の方が年越えの祭りの方がそれっぽいやんちゅうことやんな。だからもうぜひまだ遅くない記念祭。ほんでさ、まあ、昔の話したらさあの日付変わんのって日暮れてからみたいな話もあるからさ。で今今今日日初初めめてててて年年知っっから記念祭年越えの祭越のりするやん びっくりしたわって間に合わへんやんって言ったそこのあなた。まあや1日ぐらいもうおまけやって自分でしようや。もうそんななんか時計の針がどうたらこうたらとかさ、もうそんなん言うとったらもうりないからの気持ちの問題やから今日、年越えの祭りを知ったそこのあなた。今日は今日でいいよ、もう明日も年越えの祭りやっとこうや、もうええや、振り返や。ねで。まあ無理して何か買うってことはないですけど、一番大事なのは、 年越えの祭りを祝えるまあげていただくね年越えの祭りをあげる神主の皆さんあと近所陛下もそうですけどにはもう感謝申し上げる次第ですけどそれ以外に僕らがもうそれおめでとうとか言,って言えるのは今日も目覚めたからやからねなんかそこに感謝していこうよほんで人それぞれ財布買うなり車買うなりねお花買うなり 人に何かするなりしてもらうなり。それはもう人それぞれやから。まあ、とにかくなんか記念祭、年越えの祭り盛り上がっていきましょうよっつうよね。話でござんす。はい。さあ、毎週申しておりますが、今ラジオで聞いていただいている皆様方、そのままで結構でございます。あとはこの番組、YouTube ライブでも同時配信してございます。えー、ぜひ YouTube ライブでもね、映像で楽しんでいただければと思います。スタジオの様子が映ってて、白シャツメガネの。 男が写ってると思いますそれが僕でございますほんで、えー、見ていただきたいと思うんですけど今も YouTube ライブ結構来て、えー、見に来ていただいてますよね。でこれチャットがついてんのよチャットが。ほんでそのチャットですぐコメントいただくことできます。で今最新のやったらちかさんかともかさん。 小読みを読むのって楽しいですよね小読み大好きさんこんばんは。で純子フラワーズさんが「天社日一流万倍日私も好きです」で。で小沢幸子さんが「こんばんは」って「ごめん最新だけねこういうふうに読ませていただきますんで」で。でしかし人の曲紹介してる時に聞こえなくなるという大人の事情がございます。じゃあどうすればいいんかということですけど FM プラプラといろんなアプリサイトがございますからそちら使ってぜひ聴いていただければと思います。 今日は、横浜漢方サンタ役プレゼンツ流鉄日記のクローストゥーのコーナーございます。後半をお楽しみに、メッセージは ms、msg アットマーク fm－salusedjp までよろしくお願いします。それでは、今週も、このタマプラザのスタジオから、一時間の生放送でお送りいたします。 今 YouTube ライブでもめちゃくちゃ多い方がさ生で見てくださってんねんけど人の曲流すといきなり無音になりますから気をつけてくださいほんでそれ以前の問題で僕はこう喋ってる時に BGM 僕も聞き,聞きながら喋ってるんですけどオープニングも YouTube ライブで見てくださってる方には BGM も聞こえてないっちゅうねことなんですよ だから僕は何が言いたいかっていうとラジオ聴いてるみんなはちょっと同じドキドキを味わってるんだと思うんですけど今日でこの番組583回目って書いてるけど毎回オープニングでぴったり終わるよねオープニング。だけど聞いてて今日ははみ出すんちゃうかって思うよね俺も思いながらやってるもん。 これがこう滑り込むのがもう気持ちようて気持ちようてなしゃあないわはいなのでちょっと YouTube の方ねチャットで楽しんでいただいてると思いますんで少し読ませていただくと思いますえー、ここがスタートかなタマプライベアッチさんかな ゆうたさんこんばんはインスタから乗り換えましたありがとうございますインスタライブやってましてで今ちょっとアーカイブで残してるんでそっからね何人か来てくれたらいいですよねでも中さんゆうたさん皆さんこんばんはこんばんはで続いてやッチさんがそして船越さんこんばんはディレクターの船越光一さんですねで今日は3週目で午前中からディレクションお疲れ様ですヘビーリスナーねねねっさんごめんともかさんやったらごめんねもしくは違う読み方ちかさんかな ゆうたさんスタッフの皆さんリスナーの皆さんこんばんはこんばんはで、えー、ハニービーさんがゆうたさん船越さん皆さんこんばんはで純子フラワーズさんが皆さんこんばんは小沢幸子さんがこんばんはでさっき読ませていただいたところがあって「あ、え、き、ー、さんこんばんは」で小沢幸子さん、えー「いつ聞いてもいい声ですね」って言っていただけるのが嬉しいですねもうちっちゃい頃から「お前の声ガスガスや」って言われて育ってるからさ。 自分の声がいいかどうかっていうのは分かんないですけどそう言ってくれる人が一人でもいるっちゅうことがもう本当に嬉しいでええー、雪ひまわりさんが「ゆうたさんこんばんは」「みきみきさんが「ゆうたさんこんばんは」「ありがとうございます」で「やっちさんがもういつもこう入れてくれてるね」で「しまいつもさんがこんばんは」「みきみきさんがそうよそうよしんやねん」あ「あしんやねん」「YouTube ライブな見てると」 BGM も今かかってない状態でだからもう AF や関西人のおっちゃんが <laughs> 1時間ずっと喋ってる AF やこれもねもモナカさん、えー「黒酢飲みながら見てますねって嬉しいこれも横浜漢方サント薬局の黒酢でしょうね嬉しいなもう2やなマジ嬉しいねザッ かさんか「はじめましてはじめまして雑貨さんありがとうございます」ええー、花ぴーさん皆さんこんばんは」えはじめまして」って雑貨さんがね「札幌から見てます」って嬉しいねえ札幌あと何年ぐらい6年ぐらい札幌あの北海道新幹線来んの2030年開通予定とかやったっけね楽しみやねえ。 3時間とか4時間の壁っていうねんね僕でも飛行機さ東京あ違う違う羽田まで行ってで保安検査場通ってとかって飛行機大好きやけどよう乗るけど新幹線もそれ以上に乗るけど大好きなんですけど新幹線で行けるって思うとちょっと時間かかってもいいなって思うタイプです僕。楽しみ。 あ思い出したちょっとごめんえっ、ー、とザッカスさんの話からさめちゃくちゃ話通うけどいい僕さこのラジオ「ミュージックデニッシュ」聴いてくれてる人だけでもいい初めて社会に要望があると思ったことを言わせてくださいね新幹線の駅にもそろそろラウンジ必要 これめっちゃ思うあのさ飛行場ってラウンジあるやん。であの航空会社 JAL とか ANA とかあとアライアンスかスターアライアンスとかワールド・オブ・メンバーズとかその航空会社がやってるラウンジってあるんですよ。でそれはまあまあなんかその飛行機毎回乗るとかじゃないと行く機会ないと思うんですよ。もしくはなんか株主とかさ。 なんですけどそうじゃなくて保安検査場羽田はさ何個かあるんですけど保安検査場入ってからもあるけどクレジットカードの、まあ、これぐらいの、あのー、ステータス以上やったらって別にそのなんか金持ちがうぬんとかもう全然そういう話じゃないからねこれぐらいの、えー、これ以上のクレジットカードどの会社もこれ以上のクレジットカード持ってたら、あのー、入れますよっていうラウンジがあるんですよ。 でね飛行場はもうすでにそこがパンパンなんですよ毎回で僕毎回言うやん飛行機ギリギリに行く人間やってだって家出てからさ車で行ってもさ保安検査場まで35分なんですよ高速道路でこれで1回乗れんかってお仕事の皆さんにご迷惑をおかけしましたちゃんちゃんっていう話やってちゃんちゃんどこちゃうかったけどでも 飛行場のさそのクレジットカードのラウンジあえっ、ー、とハニービーさんユータさんマイル貯め始めましたか貯め始めたよアプリ入れたもんな両方ジャルもアナも国内線頑張って入れてますしかしあれ乗る前に入れるんか乗ったあとに入れるんか全然わからなくて毎回受付の係、えー、の人に聞いてます入れ方はいいやほんでこあの空港自体がもうパンパンなんですよ パンパンでだからそのだからクレジットカードのラウンジももしかしたらグレードがもう一個できるようにするかもしくはプラ,イプライオリティパスとかキーラウンジっていうまた違う国際線のラウンジがあるんですけどそれもクレジットカードに付帯したりとかしてますけどねそれをなんかもう羽田にも作ってくれと思う成田とかにあんねんけどはい。 これが要望なんですけどそれはずっと言ってました言ってましたでもう一個要望があるのが新幹線の駅にやっぱりクレジットカード系のラウンジ必要なんじゃないでしょうかっていうのがもう僕これお願いはいもうねコロナ禍でも新幹線乗らせていただいてたんですけどコロナ禍はね本当に人いなかったんですよもう 車両に僕だけっていう時もありましたねただ去年、えー、と第5類に移行しましたっていうのあったじゃないですかあの辺りから新幹線も取れないんですよ僕の感覚やと今までやと新幹線って乗る時に行ったら切符変えた今まで今乗ろうと思って行ったら1時間か2時間いやもうそれ以上。 今日乗る新幹線は全部 A と ABCD の両窓側絶対乗れないはいこれだからね新幹線もねやっぱインバウンドやっぱ外国の方めちゃくちゃ多いですねはいなので僕はもう新幹線の駅に これはもうラウンジ作った方がええんちゃうかって思ってる人間です。はい、だって。頻繁に使う人はもうだからそしたらね。ちょっと先のまいや。これはなんか個人的な話が入ってたわ。僕窓側が大好きやから。しかも山側たまに海側ロールとめっちゃ好きやね東海道新幹線ね。もう絶対。富士山側なんやね。見えんかっても富士山ずっと見てるもん。 ね、で新富士あたりで富士山見るとうわーって思うけど実はもうその全然手前から富士山実は山側に見えてるんですよまあそんな話言ええねんけどだからそしたら A と D が取れるまで少し待とうかなってまあ時間ある時は思うわけじゃないですかそしたらラウンジとかやっぱりちょっと時間 潰せるとこまあもちろんカフェもありますけどもうねあの新幹線の改札入った後の、えー、スタバとかカフェありますけどあと待合いみたいなもうめっちゃ混んでるから毎回もうすごいもんだから僕仕事で行くって決まってたらもう油断せずに 1>, 1週間ぐらい前に切符取るようにしよう。あと緑の窓口が列になってるねんもんだ僕はあの自動券売機で買うけど、だからあ、全然だから世の中に物回すとか文句あんねんとか、もう全然そんな話なじゃないですか。安心してください。新幹線の駅にクレジットカードラウンジできひんかなって。もしくはその プライオリティパスとかキーラウンジみたいなラウンジできひんかなって勝手に思ってますみんな聞いてくれてありがとう今日ね朝一番上の子が土曜授業やって言って行くって言ってなんで土曜授業まあ土曜授業はあんねんけどどないしたんって言ったら10歳を、ね、祝う。 会みたいな昔はなんか2分の1成人式とか言うてたんやけどなんかそれもなんかいろいろわしみたいになんかごっちゃごちゃ言うやつがいるから二 <laughs> 分の1成人式も言わんようになったらしい、ね、<laughs> いやもう成人式でええやんと思うねんほんなら75じゃあ357ってやってねうちお女も男もおるからもう毎年なんかやってんねん。 1>, で1年に3回誕生日来るしさクリスマスお年玉でいや別に文句言うてるわけちゃうねんけど <laughs> もうお父さんやねんからしゃあないねんけどなで女で、ね、成人式までって言ったらもうさあっちゅう前やろに2分の1成人式っていやもうさでもまあいいわそれはもういいうんそれはもう個人的な意見が入りすぎだからいだ僕みたいな人がいるから10歳お祝いしましょうってなったんやろなそれで行ったんですよでまあなんか発表とかあって ダンスやんねんとか言って、まあ、それ見て「ああ」とかってなってたんですけどそしたらなんかこれまでのやつっていうのをまとめたさなんかその A4 サイズのさ冊子みたいなが1人ずつのやつがバーって置いてあるねほんで自分とこの子のやつ見つけてほんで持ってパーって見る,見るんじゃないですかそしたら「自分の名前の由来は?」とか書いてるんですよ。ね,ねえ初めて保育園幼稚園に行った時初めて保育園に行った時とか。 でどうたらこうたらみたいなの書いてあってあでなんかそ,そういえばなんか夜たまに夜一緒にご飯食べれるんですよ子供とほとんど一緒にいないですけどななんかたまにビール飲んでる時に聞いてきよったなっていうのがか「こう書いてるわ」とか「名前の由来」とかっつってまあまあそのなんかなんかいろいろ書いてるんですよ別にお涙ちょうだいちゃうけどさお父さんにつけてもらった名前の由来を聞いたら思いのほか えー「ちゃんとしてました」って書いて「ちゃんとしてました」よって「場 <laughs> 所、なんやと思ってんねん」と思ったんですけどだけどそれ聞いてから「自分の名前が好きになりました」って言ってで「大事にしようと思います」みたいなの書いてんねんそれはいいんですよせやけど「自分の性格」っていうページがあって「うわ」って書いてあるんですけどこれどっかで見たことあるなと思ったんですよ自分の性格なんとかっぽいけど実はなんとかとか。 えー、こう本当はこうだけど人からはこう見られがちみたいなこれどっかで見たことあるなと思ってで配偶者横にいたんでこの億万さんのネタなもうもうあえて神さんって言えんくらったら億万さんのおかげで,で配偶者横にいたから「これどないしたん?」っつったらこれ一緒に書いてたんやけど ねえだ女同士やからもうすぐ喧嘩になるんですよ、ねえ。お母さんって私の性格どんなんって言って「え高、ー、こ,こ,こうちゃう?」って言ったら「違う」って言っえー、じゃあこう,こうこうちゃう?」って「違う」と、え、か、ー「えこ校違う」みたいなでもう好きにせよみたいな話でわーってなったんですって。でその後どうしたかって言ったら一回喧嘩した二人やのにはい。 一回喧嘩した二人やのに競合してでまとまらへんなと思って結局ゲッターズ飯田さんのあの五0三神の五0三神占いの本で「運命数」っていうのがあるんですよ。それ見てそれ丸写ししたんですよ <laughs>。それ見たことあるわと思って何やってんねんお前らと思って。 「いわあ当たってる!」とか言って「うわー怖い不思議!」とか言ってワイワイキャーキャー言いながら女子二人で書いたらしいでそんなんええのなんか宿題カンニングしたのと一緒やで言うてはいそういう話です <laughs> まあでもねみんなでももう他の子が可愛いはわやっぱ10歳もういろんな、まあ、男の子とかも女の子とかも,もういろんな子おるけど 全員可愛いなと思ってまあねいやいや言うてますけどやっぱり子供はももう誰見ても可愛いよねだからやっぱりもう何回も言うけどうちの子は毎日あったかいご飯食べられてあったかいお風呂入ってあったかい布団で寝れてんねんからもうね誤解を恐れず言いますけどもうそれでいいの。でも今やっぱり世の中でねまあ一番近いところから行くけど東京とか横浜とか青葉区でもそうやと思う。 日本でもそうやって世界見たら当たり前のようにねやっぱり今日もねご飯食べれん子とか言えない子いるんですよやっぱりやっぱそういう子たちのために何ができるかっていうのを考えてねこれからもね頑張ろうかなと思って小学校行くととなんかそういうこと思いいこ思ますよで今日ね一曲何聞いていただこうかなと思ってたんですけどちょっとフルで一曲聞いていただきたいんですけど実は始まる前に。 ディレクターの船越光一さんと何にするとか言ってたら光一さんがおもむろにこの曲かけたんですよなんでこれ入ってんのと思って僕上京してきて今年でね令和6年で20年迎えるんですよ今年の6月14日で6月14日のねのぞみ何号から来たんですけど東京に5万円しか持ってんのに1万5千円で新幹線の切符買うてまうっていうね一番最初に失敗したんですけど夜行 <laughs> バスで来たらもうちょっとお金浮いたのにね でそっからもういろんな方に助けていただいて身寄りのないとこねお金のないとこ3万5,000円とギターとハーモニカしか持ってなかったのに住むことできて仕事をいただけてで今ラジオをやらせてもらってるっていう感じなんですけど一番最初にその4畳半一間に住んでる時に高円寺の高架下のね居酒屋さんでアルバイトさせてもらっててっていう話をさ3 1ヶ月前かその時もあれや流鉄人気のクロス・トゥーユのコーナーの時やった確か。 そんなな話したじゃないですか高円寺久しぶりに行って吉田拓郎先生をイヤホンで聴きながら住んでた街歩いてたらなんか泣いたみたいなその時に作った曲が出てきたんですよ。で、えー、シンガーソングライターで高橋光輔っているんですけど高橋光輔にエレキギターとベースとドラム入れてもらってで僕がめちゃくちゃ下手くそなエレキギターとアコースティックギターを弾いてるっていうね。 そこになんとか高橋光輔のバックバンドで、えー、色を薄めてもらったっていうね下手くそのっていう曲があるんでもう僕がねもう死に物狂いで東京出てきて生きてったっていう時にそしてその高円寺の高架下の居酒屋さんが閉まった後貸してくれてたの高架下やからどんだけ音出してもええやろう言うてね。で当時 あの録音機械がめちゃくちゃでかかった時は今パソコンでできるけどそれ高橋光介に借りてね降下したでね全部やったっていうね曲がありますから、えー、それをちょっと下手くそ思いっきり下手くそなんですけど魂だけは伝わるかなと思います。で後半は横浜漢方三手野球プレゼンツ流鉄日記の「クロース・トゥ・ユー」お楽しみにそれでは聴いてください佐々木優太で音源になってないかな「優しいエレジ」。ー さメッセージいただいておりますまずはみーちゃんありがとうございます佐々木さんスタッフの皆様こんばんは毎度にござりまする先日の奥万さんとのマシンガートークめちゃくちゃ楽しかったです初馬の日、えー、念願の馬橋稲荷神社に、えー、参拝に上がりましたメダカさんが泳ぐ、えー、清らかな小川があり木々も美しく素敵な場所でしたもちろん 竜、えー、さんの柱も素晴らしかったです良きタイミングで真ジのお祓いも頂戴できました教えてくださってありがとうございます参拝ツアー楽しみにしてます参加できますように千葉のみーちゃんありがとうございます参拝誠におめでとうございますもうあれからさ急に進んだよねバスツアーの話今着実に進んでますから春先ぐらいかなでちゃんとあの告知と募集に 取るようにしてますからね今進んでますからバスツアーのお知らせ引き続きお待ちください続いてさーさんこんばんは出勤前に失礼します今から仕事かね頑張ってねえー、15日にいつも上がる八幡宮参拝のおさい銭箱の上に能登義援金おさい銭箱が重ねて置かれておりましたので年末ジャンボで少し当選金がありましたのでそちらを寄付させていただきました素晴らしい 毎日どこかで揺れてますねと日本どうなっちゃうのと不安にもなりますが全部「うん」と受け入れて、えー、受け入れる覚悟をしておりますそれでは皆さんご安全に幸あれとさあさんありがとうございます素晴らしいよね本当に僕らもうこれしかできないですもんねあんまりねえー、だからもう僕も見かけるたびに必ず入れるようにしてますけどそれ以外にもね 普段のお店で物を買うとかご飯食べるっていうのも全部つながってると思ってるからうんなんかあんまりね惑わすような言い方だったらあれだけどどんどん使うことが一番大事かなと思ってます無駄遣いじゃなくてねそしてさ和さんとみーちゃん2人ともあれね神社に上がるとかねえ言ってくれてますねありがとうございます。 そして、えー、もう1通今入ったからチャットで来てますねありがとうございます、えー、小沢幸子さん行きたいですバスツアーっつってねモナカさんが拍手って「やったーバスツアー」ってありがとうございますバスツアーめっちゃ楽しいよ絶対もう今ルート考えてる時点でもうニヤニヤ止まらないですもんそしてもう1通メッセージありがとうございます、えー、ゆうたさんこんばんはと。 えー、先ほどインスタグラムを拝見してこちらのラジオの聞き方がやっと分かりましたありがとうございますやってめっちゃ嬉しい今年は是非アニメ聖地の神社をいろいろ巡りたいなと思ってるんですがゆう太さんの思い出のアニメ聖地神社があれば教えていただきたいですこれからもご活躍応援しますそれこそさ今僕インスタのさリールの最初の方に載せてるあれあのー「天空の鳥」っていうねあそこもなんかのあれじゃない天気の子 違違うう地球の子違うななんかそういうアニメの映画のなんかモデルになったとかって言われてますよね。とかあとやっぱり僕パッと思い浮かぶのがあれねあの神田神社通称神田明神あそこもアニメの聖地ってすごい言われてるよねアニメに詳しくないからちょっと恐縮なんですけど皆さんありがとうございますメッセージ。 さあそれではミュージックデニッシュを応援してくださっている器具の紹介いきましょうまずは飽きのこないデザインと使うほど味の出る家具のお店ウッディーハート場所は東急電園都市線青葉台駅桜台郵便局の隣にございます家具のウッディーハートプレゼンツスタッフチャーリーのミュージックヒストリーのコーナーでもおなじみそして東急電園都市線長津田駅前にある名古屋耳鼻咽喉科クリニック名古屋耳鼻科プレゼンツシネマ・ームドリームスのコーナーで名古屋先生おなじみです 続いて8000人が成功月マイナス4キロダイエットといえば横浜漢方産呈薬局ここは丁寧な健康カウンセリングに定評がございます店頭に限らず電話のみでの相談も可能です場所は東急田園都市線あざみ野駅から徒歩2分詳しくはホームページをご覧くださいサントはカタカナ薬局は漢字ですこの後のコーナー横浜漢方産呈薬局プレゼンツ流鉄日記のクロス 2U のコーナーでもおなじみですそしてリードあざみ野 アザミのガーデンズ目のの前黄色い三角屋根のお店リードはカタカナまたはアルファベットで LEAD で検索してくださいリードあざみのプレゼンツ声の散歩道ゲストお楽しみに最後にベーカリーカフェコペ30年以上地域に愛されてきたパン屋さん毎日約50種類ものパンを目当てにお客さんの足は途絶えることがありません 場所は東急田園都市線青葉台駅一番大きな改札を出て目の前の道環状4号線を右手に進むと桜台の交差点にたどり着きますその交差点の一角薄いグリーンの壁三角屋根のお店です以上タグミごめんなさいまた言っちゃったタグミって <laughs> ミュージックデニッシュを応援してくださっている企業の紹介でした続いてはこのコーナー行きましょう 横浜漢方三ン薬局プレゼントプレゼンツ流鉄日記のクロースといういや生放送やっていうのがわかっていいよ <laughs> <laughs> 嬉しいよ俺はプレゼントって何言うてんねん <laughs> 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 いやいいやん。生放送ってのはまあそうですね。ま、間違いないです。うん、間違いない。改めまして、流鉄日記のみんなのお兄ちゃん、木村隆三ですよ。ろしくお願いします。お願いします。今日は哲司さんは？哲司さんは,さんはあのー、まあちょっとどち,らどちらかにいますね。どちらかに。どちらかに。詳しくは X 見ればわかるよね。もう、まあ、X の方でも Y の方でも。<laughs> ええ。スーパーファミコンみたいな、ね。<laughs> いやいや今日はさあのー、あれですよ。 なんかすごい久しぶりな気がして、うん、あ2人でるの 2> 2人で喋るのかそう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 ,そう,そう<ー>なんであの、まあ、コーナー、ねはい、ご用意いただいてるんですけど、うん、あの普通におしゃべりしに行きましたあいいね、はい、20周年なわけですか今年で状況ね6月14か11かどっちかとか切符見な分からへんけど、うん、近いんですね僕もねあの音楽始めて今年18年なんですよああそう 長いことやってますね2人とも, 2> 2人とも <laughs> あの時生まれた子がもう18やで18やで選挙いけんねんでそうですよ人生の,あの半分になったんですよ十僕7でスタートしてるんですよほ,ほんででまあ <18? S 2>、まあ、今年6になるんで、うん、もう何がええんか俺もよ

だから30代目いっぱい過ごしてるから俺,俺の30代目いっぱい過ごしてるから、はい、佐々木優太イコール30何歳っていうイメージでもかなもう3 5五6のイメージなんですよあ<ー>で気づいたら僕は3 5五6になってるんで,あでそれはそうなりますよねコロナ禍で4年抜けてるから僕らああまあ確かにそこはんかちょっとありますねそうだからちょうど4年足したら39とか40ええー、なるほどじゃあもう一もう。 二倍成人式ですねそそそうそうそう,そう二倍成人式、ね、二倍成人式、もうええよ <laughs> <laughs> もうの飲みの席でそんなん言うやつおんねんなんぼ言うて、年なんぼ言ったら成人式二回目やったかなーみたいな普通に四十て言うやんみたいなそんなくだらないのいますいないっす僕が出会う人はもうみんな素敵本当ですよね いいやいやまあだから出会った頃はこんな会話してても誰も怒らへんかったもんな最近はちょっといろんな人に気使遣わなあかんやんかえどういうことですかいやなんかそんなに2回目の成人式って言うてとか言ったら言葉がきついですみたいなあーこれんさ僕も全然言ってますあ言うてんねもう今、ま、これ今の方が言ってますの昔の方が気遣って言ってなかったですけど<う>今も何でももうすいません何でも嘘ですけどうん、ええ ある程度言ってます、ね、ほんまなあのだから手筋が間におらへんかったら二人とも坂を転げ落ちてや転げるから<ー> <laughs> <の>ね。いやそやねや電波乗ってるからまだ多分いいんでしょうけどこれ乗らなかったら結構楽しい。だあのね僕えっと今週かほら僕バイク雑誌で連載させていただいてて、はいはい、その撮ってもらってるカメラマンの方と。えー 編集者の担当の方と市場マネージャーと4人でご飯食べたんですよ、ええ、まあ、今年も頑張っていきましょうみたいな話になって、ええ、その時に言われたこと今から言うけど多分全部リュさんは当てはまってるんですよ<え>ゆうたさん取材の時に相手の方の話が面白くないってパッってゆうたさんの顔を見ると面白くないって顔してますよねって顔に出ますよねって え、俺がしてるってことですか。うん、多分流造さん絶対顔に出るやんか。<く>まあそれは自分でちょっと分かんないですけど。でも哲次言うてたで、ね。<laughs> <laughs> パってあーこの話やばいかなーと思って哲次が一生懸命和ましてるのに、はい、横見たら帰りたいって顔に書いてるん。僕はとりあえず基本的に言いづらいことは顔に書くようにしてるんですよ。ああ、なんかそういう言い方するといいかもな。えですよね。言いづらいことは顔に書く,くようにしてるんですよ。うん。 よく読み取ってくれましたね,ねあーなるほどね <laughs> 僕なんかどんだけいい話するおばあちゃんとかにも言っちゃうのよねなんかうわどうだろうこうだうっうみんなしんみりしてみんなしんみりしてるけど俺だけおばあちゃんめっちゃいい話やねんけど二回目とか言うてます。ああなるほど <laughs> それは俺たち言わないですね <laughs> あほんまに言わないって言い方 にももるかもしれないですずっと同じ話テープレコーダーみたいにずっと同じ話なしやっぱ2回目も染みますねっていうかもしれないですどっちが悪いやん <laughs> どっちが悪いやつやねこれやっぱ2回目の方がね1回目より染みますねこの話はとかっていうかもいああなるほどな、まあ、どっちがいいか悪いかは人それぞれですよ、ね、そしたらあ、ね、れ孫の孫の健一かとか言うてくれたほん,うんそうだね <laughs> はごはをもう食べたからねそばちゃうんです <laughs> ってなるか 残りの遺産をってなるやん。どういう状況の話、どういう状況の話を聞いてるんですか。え、そんなことあるんですか。いや俺よ言われる遺産遺産あげたいって。え、もらへんけどな。俺だったらまあそうですね。うん。もらいませんけども。どっちが悪いねんだから。もらいませんけれども。けどないよ。ちょ直には形変えてなんか考えますね。何？ギフト券とか。 いや,いやそんなこと言ってますけど、はい、いやなんかねさいやこんだけやっぱ長いことやってて、うん、やっぱねその続ける才能っってやっぱありますよねあーまあほんまそれやと思うで。てかこれがこれに尽きるなって最近思うわけですよ。うん、だってちょうど何年か前に似たような話通過点の話今思えばやけどしてて、はい、このコーナーで、はい、最近だから。 あじゃあ4年ぐらい前かな竜三さんが多分30歳になったタイミングかなんかの時やったと思うわこのタイミングで音楽やめていく人多くないってああ話しましたね話したよ多分だから4年ぐらい前ちゃう、はい、4年そうっす4年5年前らい 5, 5年か、はい、56年前か1まあ一個起点にはなりますもんね30ってそのミュージシャン界隈では。うんうん、でやっぱ、まあ、も,もちろんこう 違う道に行くく人人ももいいまますすしし残ってか今になって思えば飯食えてなくてもミュージシャン、うん、食えててもミュージシャン、はい、両方ミュージシャンって言えるようになるんよ、はい、だけどこのもう一回なんていう丘に上ってくるまでの谷がめっちゃきつかったなと思う。ああんか僕意外と環境が良かったのかもしれないですしただまあまあでも。 苦悩は僕みんなあのそれぞれ一緒だと思うんで、うん、形が違うだけであだからそれ受け取り方ちゃう環境はあの恵まれてたとかそういうことじゃなくて、うん、受け取り方やと思うだって哲司、はい、はさやっぱり今も朝起きてアルバイト行かなって思う時あるって言って俺ら共感し合ったもんでそのアルバイトしてないっていうのがもう何年も続いてるけど、はい、でもやっぱりいつかはまたアルバイトさせてもらわないと いけないかもしれないっていう、まあ一種のね、そのアルバイトがいいとか悪いとか、そういうことじゃなくて、えー、一種の恐怖感みたいなのとずっと戦ってるもん。そうなんですか、ね。だかそういうのがないやろ多分。だ、受け、受け取り方ないよ。環境じゃなくて。まあ、でも、去年までしてたからかもしれないですね。ああ、なるほどな、はい。で、一番僕は遅かったわけで。うん。でも、やっぱ、このね、あの。いわゆる、その努力。うん。努力ってしてます。俺。はい。 言われたらどうか分からへんなだって好きなことやってるだけやからそれ努力かって話してるん努力なんですよ。これきっとそれが。てかあく思うんですけど苦になる努力って努力じゃないと思うんですよ。で、うん、努力になりにくい、うん、実りにくい。だから結局あの、まあ、音楽を続けることっていうのは多分努力だと思うんでそれが自分にとって苦か苦じゃないかの問題で。うん、と思うんですよね。 だからうまく自分がこう続けられるものを見つけられたのかな互いにと思ってたんですよね。ああ今言われて初めて自分の中で言語化できたわ、はい、だから音楽とかそのいわゆる芸能活動を続けるのが苦じゃな,、えーはい、なくてそれが世の中に受け入れてもらえない苦しみはあったあそれはありますねきっとそれに苦しんでたけど、はい、音楽とか芸能活動を お金にになならいいのの続けててるっていうその苦はだから僕も最近になってやっぱ多少こう食えるようにというかミュージシャンだけでこう生活できるようになってきてっていうとやっぱ周りの方々から言われるんですよよくよく「変えたねとか」と<ー>かよく「あんたも苦労したね」みたいな、うん、そんな思ってないんですよ正直言うと。 っていうのは、やっぱ、もうシンプル好きでやってるんで、なんかな、偉そうな言い方。裏を返せば偉そうと捉えられるかもしれへんけど、はい、やっぱりさ、やめてもさ、やる自信があることがなかったよね。ああ、ナイス、ナイス。だから、裏を返せば、そ,その僕らが三十歳を起点に、この世界を去っていった人たちはやることあったんかなって思うっていう。そういうと、すごく偉そうな言い方になるから、えー、まあ、その。 誤解を恐れるんだけど、ええ、やめてもやりたいことなんかめっちゃわかるのがよくある話じゃないですかミュージシャンが、えーまあ、見切りつけて実家を継ぐみたいな。いや継げるもんあってえ,えなと思うんで,すよあでもまあ,ある意味継いでるけどな <laughs> でもその資本は継いでないからね。っていうのはすごい昔から思っててだからまあある種こうもう。 後戻りでできない立ち位置でもあったんでせやねだからさっきの「恵まれてたかも」って言ったけどそんなん言ったらさ、うん、俺の方が恵まれてんねんって俺だって高校だって卒業する時っていうかもう高校中3の最後から1人暮らししてたから、うんはい、その行ったらあかんって言う人がおらんかったから全部自由やったもんあ強いかもやっぱやのねその強みが違いますねっていうか強みも。 その抱えてるものもやっぱ全然違うけどなんかその質量は一緒な気がしますうんだってねまあその産んでくれた母親と姉がいて姉はもう先に東京行って東京っていうかまあ、ね、もう姉とはほとんど一緒に住んでないですけど、はい、姉も嫁ぎ苗字が変わり、はい、でその母親と言える人も嫁ぎ苗字が変わりみたいなだから、はいはい、<laughs> ほんで。 父親と呼べる人ともう何十年も会ってないですけど、はい、その人も上に女の兄弟しかいないですよ、はい、だから佐々木ってさもう俺しかおらなん,ねん佐々木の名をもう告げるものはそう唯一、うん、だけどそれをプレッシャーかけたりとかとがめてくる人が一人もおらんかったっていう恵まれた環境だったああだって何,本当に何を取るかっていうか、うん、どう取らえるかによってですねっていうのをなんかこの 何週間前の,あの土曜日に車乗ってたらう,、うん、ゆうたさんが違うあ、まあ、ラジオでたまたま聴、はい、いてたらあ違う曲のやつが流れてきたうていや俺なんかその裕太さんをたまたま見るのすげえ好きで。<あー> <laughs> テレビででもそうですし YouTube でもそうですしたまたま見てる YouTube にシ,チューシ,ーシンプルにより見てたのにあ,あなんか年始一発目なんだろうと思って <laughs>「佐々木優太さんです」かって出てきたから「ええ!」ってなるのがやっ,ぱやっぱこれ続けることってこういうことになっていくんだなっていうのがなんかすごいね他の人とはちょっと違う通ずる点があるというか優太さんと僕。それを今年まあ去年去 とか今年すごいなんか感じてて、うんうん、いやこれはもう大事にしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってたわけですよあもう本当に本当に遅くなってすいません木村隆三さんまた僕の大好きな札幌クラシックなんか送っていただいてありがとうございます,、はい、も,いすもうね北海道北海道そうそうあれ届くとあ北海道行ったやろなって思って。<laughs> <laughs> <laughs> ま,たあのまたその際はお送りさせていただいいやもうめちゃくちゃ嬉しいお年玉も頂い,いちゃってますからこっちは、ね、いやいや何にもしてないよ <laughs> 本当に、はい、ありがとうございますちょっとあの、はい、調子乗っちゃったんで一、うん、曲挟ましていただいてもいいお願いします、はい、じゃあ,あの木村哲司の弟の方で、えー、今月発売になります新曲でございます私が作らせていただきました、えー、新曲聴いてください「木村哲司で乱れ咲き」 はいお聞きいただきました、えー、木村哲次で乱れ咲きありがとうございますこれ作詞作曲があのー、神いや木村隆三ですお神ってんな、えー、演歌界の暴れん坊将軍、うん、いやほんま絵男やな俺めっちゃ好きなんよあのー、本当に <laughs> YouTube でさ もしかしたら違法なんかもしれへんけどさ、はい、お父さん挟んで歌ってるやつあれやん今日だいぶねああはい YouTube で上がってんねん、はい、違法なんか知らんけど、はい、あの歌わせていただきますって実の親父にあの一礼する感じの龍造の顔が俺は好きよ、はい、まあやっぱねプロですよああいやお互い <laughs> いやお父さんもそうですけどういやいや、まあ、ありがたいや昔からなんか裕タさんそうやって言ってくれるんですよねなんかすごいそうあのね うちの配偶者は、龍造さんも好きやけど、哲二さんの顔が好きっていう。ね、なんかそうですよねそうで俺は、哲二もめっちゃ好きやけど、龍造の顔が好きっていう、これ、なんていうの、す、あのー、ーちゃん、らんちゃんなのかっていうね、いいよね、だから、チップなのか、デールなのかみたいなことですねそう。どっちがチップンデールやみたいな。<laughs> <laughs> 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 ちょっとメッセージ読ままていただきますラジオネームモードさんゆう太さん流鉄のお二人、えー、鉄くんは間に合ってないのか、えー、船越さん皆様こんばんはこんばんはまだ2月なのに急に春日和になったり来週はまた寒さが戻ってきたりと何を着たらいいのか分かりませんね、うん、風などにはくれぐれも気をつけてくださいね来週は明大前の、えー、ゾームドリームダイナーさんで「流鉄日記」は木村隆三ソロの「こんばん えー、お食事ライブどちらもいた行きたかったけれど選ばなくてはいけなくてとても残念です。どんどんお客さんが増えているということでますます流鉄の成長が楽しみになってきましたね。うん、そしてま、えー、もなくうてつくんの新曲「乱れ咲き」発売になりますね。発売前からキャンペーンは始まって忙しいのはずっと続いてますが体には気をつけてくださいねということで、はい、ありがとうございますいつ発売乱れ咲き2月末です。 詳しくちょっと2月28ですよね今年うるのもあから2月末もいろいろある27ですよね2月2728ガラス越しのファンの人にかっこいいたってええ2月末ですはい俺さこの番組でも言ったけどさ一個自慢していいその土曜日に聞こえてきたラジオってさ元カリアイ香さんの番組やろそれそれやねその後さ もだあの <laughs> 六本木のさ <laughs>、ええ、ラジオ局のさロビーあんねん、はい、そこでうわーって出てきはってん元カリア、はい、ゆ結かさんが「ああ佐々木裕太さん」って言ってで周りのスタッフの人に「佐々木裕太さん」って言って神社そんぐりされてて,、はい、て説明してくれてんけど、はい、元カリアゆ結かさんにフルネーム言われるのめっちゃ嬉しないなめっちゃ羨ましいやろ ピっくりするわ綺麗な人やった、ね、ピっくりするいや俺あの昔から見てましたから今の何なんかいあせ何世界,何世,界世界の,、うん、あの中心のやつとか見てたんで、うん、世界の中心に愛を叫ぶじゃないのああ<ー> <laughs> お時間でしたえ出てって <laughs> 竜鉄日記の「クロスという」は研究テーマとして黒酢を取り上げまたこれを、えー、用いた黒酢らっきょうの総資、えー、本法としておなじみ横浜漢方さんと薬局プレゼンツでお送りしました、はい、あのリスナーの方でね,ね,ねチャットの中で山浦さんに会いに行って黒酢を買いましたっていう人いたよありがとうございますイケメメンンでででししたたといいうう顔、ね、コメントありましたねそうなんですよ渋い方で 手二さんまたいらっしゃったときにねいろいろ話聞きたいですねそうですねはいこの番組は地産地消の会社青バザールの提供でお送りいたしましたこの後神社ソムリアのあやかりチャンネル19時更新です龍造さんまた来てくださいよろしくお願いします佐々木優太のミュージックデニッシュ、えー、今週は龍造さんに最後までお付き合いいただきましたありがとうございましたありがとうございました